名鉄美野町線。美野町線は、岐阜県岐阜市の鉄名町駅から1999年まで、岐阜県美野市の美野駅、2005年まで、岐阜県関市の関駅までを結んでいた名古屋鉄道、名鉄の軌道線。2005年4月1日に全線が廃止された。美野市の全身美野町にちなみ、美野町線の線名がついていたが、1999年に、 美濃市内から路線が廃止された後も2005年の全線廃止までこの線名が使われていい。路線の大半が国道156号線、国道248号線に沿って付設されている。鉄名町駅北体式駅間は完全な平用軌道だが、北体式駅赤駅間は道路と並行して走る専用軌道が多く、郊外電車の趣向きであった。建設当初は、 岐阜の繁華街である柳瀬と美野市を結んでいたが、後に岐阜側の起点は鉄名町に変更された。名古屋方面への接続利便性向上のため、1970年に、競輪場前から、各ヶ原宣伝上駅間に、新線、田上線を設け、新岐阜駅、現、名鉄岐阜駅への直通運転を開始、それまで名古屋方面へ向かうためには、 鉄名町での乗り換えを要した、運転の主体はそちらへ移動し、鉄名町方面は視線化した。河川電圧が、美野町線、田上線が600ボルト、各見原線が 1500V と異なるため、も600型などの副電圧車が運用され始める。並走する国道に運転されている、岐阜乗り合い自動車、岐阜バスは、美野町線に対し速度、便数ともに優位に立っており、 苦戦を余儀なくされるしかしもう880型やもう800型といった新車が廃線の数年前まで継続的に投入されまた交換設備の増設による増発なども実施されたしかしモータリゼーションの進展により乗降客の減少は歯止めがかからなかった1999年には末帯区間で利用客が少なく長良川は 鉄道越し南線か並行している新遺跡、美濃間が廃止された、廃線は美濃松森間の一部が道路となり、松森駅周辺は、新陳,陳電車の遊歩道として整備され、それ以降は、農道や、県道道幅重点に利用されている。代替措置として、新遺跡から長良川、鉄道石駅へ乗り入れる新線が建設され、一部列車が乗り入れるようになる。2001年にはライバルである。 岐阜の利合い自動車との共通乗車制度が設けられた、ただ指導者名鉄グループである。利用客の減少の理由として、1970年代後半より、公立高校普通科への進学にあたって、沿線の岐阜市、岐阜学区と美野市、関市、中濃学区とで同一学区とならなかったことも大きかった。公立普通科について、岐阜市の高校生が、関市へ、また逆に、 美野市、関市の高校生が、岐阜市へ通学することができないのであれば、当然通学定期の収入はそれだけ落ちることになる。なお、専門学科や私立への進学は自由に選べた。普通科の全県一学区化配線後の2018年度に、実施。その後も、利用客は減少し、2003年1月24日に、名古屋鉄道は、当然を含めた 600V 電化区間について、 運営撤退を周辺自治体と検討すると表明。岐阜市内線概要も参照をし、翌2004年に正式に撤退を表明した。これを受けて、地元の岐阜市などでは、協議会を設置し、公設民営方式での存続の可能性について、検討が行われたが、2004年7月27日に、岐阜市長は、利用客減少や財政難などを理由に、存続断念を発表。 これを受けて、他の600ボルト区間と共に2005年4月1日に全線廃止が決定された。廃止直前の2005年1月29日、新岐阜駅は名鉄岐阜駅と解消されたが、美濃町線の車両は直後に廃止を控えていたこともあり、方向幕の差し替えは行われず、芯の部分をマスキングしただけでしおれた。車内放送や、 運賃表示器の駅名表記も変更されることなく、新岐阜のままであった。2005年3月31日にさよなら運転が行われた。しかし日の橋こと塚間で線路妨害、往来危険の沖き石に遭い、一時不通に。また、ワンマン運行のため混雑する乗客の対応に時間がかかり、最終電車は4月1日になっていた。 最終電車は4月1日午前0時40分過ぎ、新位関に到着。なお、地元、関市の企業を中心として、営業再開へ向けた動きも模索された、名鉄岐阜市内線廃止後の動きを、参照が、進展を見せないまま実現されなかった。道路上に残された軌道跡は、2006年から順次埋め立てが進んでいる。専用軌道部分の大半は、 各種設備を撤去しただけの状態で放置されているが、小屋名、新関間の旧国道248号に並行していた区については、道路拡幅や線形改良で跡形もなくなっている。突起なければ、路線廃止時点のもの、鉄名町駅が起点であるが、1970年の高見線開業後は新岐阜駅、路線廃止時は、 名鉄岐阜駅との高見線経由の直通電車が、ダイヤの中心となり、鉄名町発着の電車は、の一式、または、日の橋で新岐阜発に、新関、美濃方面の電車に接続する形になっていた。両系統が運転される、競輪場前伊藤では、続行運転を行っていた。続行運転中は、後続列車がスタッフを持ち、先行列車は、続行表と呼ばれる赤。 日二色の円盤を全面に取り付けていた。多上線開業時に休行も設定されたが5年後には廃止された。1981年には朝夕を除いて、鉄名町、新岐阜美野間直通運転はなくなり、新井関駅で乗り換えとなっていた。新井関美野間は廃止当時は1時間あたり1本の運転であった。880導入後の1981年に、 ミノ朝鮮活性化の一環として、田上線競輪場前駅への交換設備設置による新岐阜、新関間15分間隔のダイヤが組まれ、利便性を高めたものの、乗客の増加までには至らず、2001年10月1日からは、日中10から15時にかけて、運転間隔を30分置きとする減便が行われた。1999年からは、ワンマン運転を開始した。 鉄明町発着は、ほぼ30分間隔で運転されていた。新関美濃館の廃止後、席へは1時間あたり1本程度の運転で、日中の半数は新関までの電車であった。始発は5時台、終電は23時台であった。鉄明町、梅林間館以外の区間はすべて単線で、競輪場前、野一式、日の橋、下悪富、八金、赤土坂。 二位関、人工寺で交換可能となっていた。運賃は、田上線全線と美濃町線、鉄名町日野橋間は均一性、日野橋関間は、運賃計3キロによる大記録完成で、日野橋を通過する場合は、両方の額を合算していた。例、岐阜から、関まで乗り通した、自運賃は、岐阜大電人間、日野橋関間の合算キロによる運賃鏡。 美濃朝鮮均一運賃。競輪場前で高見線方面と鉄名町方面を乗り継ぐ場合は一乗車乗り切り制のために乗り継ぎ先で新たに運賃発生していた乗り換え券や乗り継ぎ割引はなし。美濃電気軌道により開業した起点と終点付近で経路変更が行われている。新ーゼ奇跡館の軌道は新設後、手続き上は 線路移設わずか6年で廃止された。大正時代に、美濃電気軌道は、稲葉郡東南部、現、鏡ヶ原市方面への進出を考えていた。これは1917年、大正6年に、日本陸軍鏡ヶ原飛行場が開設されるなど、その後軍需産業の発展と利用者が見込まれていた、ためとされる。計画によると、2路線が考えられていた。 1922年、大正11年9月14日に、地方鉄道施設の免許を取得していたが、建設はされず、幻となった。その後、1923年、大正12年6月19日に、稲葉郡北町森村道郡宇沼村間の、鉄道免許状がカ付され、かかみが原鉄道株式会社が1924年、 大正13年4月13日が設立された。これが実質的に、加賀線の後継計画となり、美濃電気軌道の援助、誤会社化によって1927年、昭和2年には、長住町駅、現、名鉄岐阜駅から、東沼駅、現、新沼駅間の開通を果たす。その後、加賀ヶ原鉄道は、経営難から1935年、 昭和10年3月28日に、明期鉄道、同年8月1日名古屋鉄道に、改場と合併し、明鉄かか原線となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。